ヤシロ・六郎、ミサコ夫妻の墓。ヤシロ・六郎昭和5年6月30日は、明治から大正期の日本の海軍軍人。政治家。最終階級は、海軍大将。以下は、ジュニー。君党は、君位党。後級は、高三級。尺位は男爵、男尺。号は、白山。愛知県犬山市出身。兄は、校長や村長。庭はぐり軍軍長。 衆議院議員を務めた松山義根万円元年正月3日、終わり国には軍学田村の王将や松山正七の三男として生まれる。この松山家は、楠木正成一族の家臣の末裔という、陽名は浦吉。慶応4年に1月下旬から明治4年まで、終わり藩で結成された総合の義軍である、ポンド戦隊に兄と共に参加し、 母親戦争に官軍方として参戦。この間の明治元年、9歳で、胴体観察方のみと反労し、八代一平の養子となる。八代一平は一人者で重病となったことから、松山義根に養子師を頼み、松山は自身の弟六郎に八代家を継がせたのである。六郎は病床の義父から教えを受け、眼下された。 その後、犬山藩の藩校系同館に入学し、愛知英語学校を経て上京し、海軍兵学校に入学。万が一にも兵学校に入学できなければ、教格になると豪語し、公約を果たす。明治14年、兵学校発起を35名中19位で卒業。主席は、公開術と測量術の権威となった今泉俊市議少将。 八旗で大将まで昇進したのは八代のみで、中将が3名、少将が7名いる。昇尉時代は、兵学校練習所で、軍隊士として、教育助手を務めた。中尉の階級が存在しなかったため、明治20年に大尉へ昇進。9年間にわたり、海軍参謀部に属した。この期間に、ウラジオストクに2年間出張している。この実績を変われ、 明治28年から31年までの3年間、ロシア公使館副部官を務め、対ロシアの諜報活動に努めた。この任期中に、仲裁昇進している。日露戦争勃発までの5年間、八島副長、常備艦隊参謀、宮古艦長、泉艦長と最前線のトップを歴任。海軍大学校専科学生を経て、日露戦争には、浅間艦長として参戦する。 八代は、旅順港閉塞作戦の指揮官を望んだが、東郷平八郎に却下された。なお、ロシア時代の後輩、広瀬武雄は、八代からこの作戦計画を、危機志願している。また八代は閉塞隊戦士者の維持を成人するまで、支援している。浅間環境時代には、豪快かつユニークな言動で有名になる。戦後はドイツ公使館。 大使館、副部官を2年務める。ロシアに続き、仮想敵国の諜報活動に最適とみなされていた、不死がある。明治40年に、少々へ昇進。翌年に帰国して、横須賀予備艦隊、第1艦隊、練習艦隊、第2艦隊の司令官を歴任する。明治44年に、中将へ昇進し、海軍大学校長に就任。この任期中の後半に、 軍令部第一班長、秋山正幸が、兼任教官として着任する。大正2年には落隠居コースと言われた舞鶴、陳寿府司令長官に就任し、8代の海軍生活が終わるものと思われた。しかし、シーメンス事件が発覚して第一次、山本内閣が倒れ、海軍大臣、斉藤実が辞職し、海軍は大混乱に陥った。斉藤は後任に、 八代を指名し、世間の非難にさらされた海軍の復権を委ねられることとなった。八代は、就任前から従来の海軍組織を無視し、海軍を政府のコントロール下において、信頼回復に努める副案を持っていたようである。指名を受けるや、海大の部下であった、秋山正幸を海軍次官に推薦する。これは、海軍省残流が決定していた人事局長、 鈴木勘太郎が専任であるため拒絶されたが、鈴木を時間に昇格させるとともに、秋山を軍務局長に任命し、副審としてそばに置くことに成功する。舞鶴から上京すると、官礼であった前任者への面会を後回しにし、主犯指名された大隈重信へ真っ先に挨拶した。大正3年4月16日、第2次大隈内閣発足とともに、 破天荒な八代の海軍省改革が始まった。山本権兵衛、斎藤実両大将を予備役に編入する際は、井上義香や東郷平八郎らの再考を求める、言葉にも耳を貸さなかった。現役に残留する、宝部兵の影響力を削ぐために、宝部より、先輩ながら出世が遅れた、黒井帝次郎、野間口金を、土地内総次郎の三少将を宝部と同じ中将に、 昇格させ、養殖を埋めさせた。このようにして、山本の息のかかった帝徳を無力化していった。また、軍令部の意向を無視し、日英同盟に基づいて、ドイツへ宣戦線布告をすることに賛成した。この時も軍令部長、島村早尾へ相談していない。島村や加藤ともさぶろうを中心とする山本の後継者も、八代は無視した。 これに号を煮やした佐藤哲太郎が後に軍令部の権限強化を公約として軍令部次長に就任するも半年で更迭される要因となった。さらに陸軍が朝鮮総督の職を独占しようとする活動を始めると対抗して台湾総督を海軍将官に歴任させようと画策した。しかし片岡七郎に相談したところカッパの海軍が 陸にに上がれれ、ば、必ずや失敗するる。だろうとも反対され断念に至っているこのように、八代の海軍改革は、海軍の一人よがりな権限拡張を抑止し、政府の方針と綿密に連携した、政府のための軍隊をモットーとしていた。この結果、海軍に対する国民の不信感は徐々に解消されてゆく。海軍の危機を救った人と絶賛する声も、ある一方、 大黒柱だった山本さんの派閥を排除し、昭和に海軍が割れた原因を作ったのは、八代さんである。対象に破綻しなかったのは、加藤さんと島村さんの人徳に過ぎないと述べた山梨勝之進のような痛烈な批判もある。翌対象4年7月29日、汚職事件の発覚により、内務大臣、大浦兼武が辞表を提出し、今度は、 大熊内閣の権威が失墜すると、8月10日、八代は海軍大臣を辞職した。同年12月に第二艦隊司令長官として現場に復帰、大正6年に最後の職となる佐世保鎮塾司令長官に就任し、この間に対象へ昇進する。1年の任期を終えて、軍事参議官へ降り、大正9年に予備役編入。 大正12年12月から大正15年2月まで、第二本部特会会長を務める。大正14年に、交尾役編入、同年12月以降は、数密顧問官を務めた。大正5年7月、他年の功により、男爵を受釈。昭和5年6月30日、退役直後に、小石川区小石川原町の屋敷において皇居。去年71、 皇居ご特使により、ジュニーと、君一等曲実等課題受賞が追贈された。また、天皇の直使から平白を賜った。墓所は、青山霊園一郎八から一の結城墓地の外側。子がなかったため、借位は、養子の頃を作りが継ぐ。郷里である犬山の大賢神社には、共像がある。テレビドラマ、ありがとうございます。